先生よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと2回目の訪問ということで、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。こちらは、はい、私のアルバムです。どこから出てきたんですか。妹の部屋から来ました。妹の部屋捨ててなかったんですよね。黒塗りとかしてありました。してました。あ、じゃあいいですか。いいですか。はい、これが幼稚園で、こちらが小学校で、はい。ちなみに僕が言っていた方って載ってますか。いや、載ってなかったですね。思い当たる子もいなくて。1か3でしたっけ。はい。がいない。はい、いないです。1、ごめんなさい、過去に戻って変な思いしたら。あ、いえ、いじめられた時ってこっちの中学上がった時に黒塗りしちゃってたんですけど。すごいの。すごいですね。なんかこれ、あの、モザイクかかってね、わかんないです。意外と多いよ、やってる方。本当ですか。うん。あ、そうなんですか。ほとんどの人にバツついてる。ご飯食べたことある、一緒に夕食。あ、弁当覚えてないです。覚えてる。はい、ちっちゃい弁当持ってくるって。え、フィギュアスケートやってて、いつもなんか親のお金持ちだっていう話をいつもしてる。あれ、竹先生は高校？先生は中学で。メガネかけてる？メガネかけてる先生で、あ、この先生です。誰がいるんだろう。あれ、おばあちゃん。あ、2階で。はい。で、この間写真、主人のは違うって先生おっしゃってたじゃないですか。はい、私の方も、の祖母なので、こちら、こっちですね。目にここに出来物があったのが、死にじゃなくて。で、私の父の、うん、会ったことあります。うん、あれ、じゃあ取ったらひいおばあちゃんになるってことですかね。覚えてます。覚えてないか。覚えてないですよ。写真だけね、ね、一緒に一瞬撮った写真あったね。なんでおばあちゃんを知ってるのかなっていう。今言ってきたのもおばあちゃんです。ひいおび、さっきのこう弁当はね、小さいもの持ってくるんだよ。確かにその子さ、小学校でした。2段の弁当が小さいです。ちっちゃい、ずっとちっちゃいの持ってました。あ、そうなんですか。はい、その頃ってまた一緒に住んでたからじゃない、おじいちゃんとか。そう、またその頃は、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたので、うん、もしかしたら、うん、そう、すごい私の父は、もう飾、もうずっと部屋に飾を、写真を飾ってくれ、すごいおばあちゃんのこと好きだったので、うん、授業聞いたことある？はい。髪をパサーってやるんだよって。髪パサーってやるんですか。学校まで見てる。不思議なのが、はい、なんで生きてる人たちがいるのか。あくまでもこれが自分の推測なんですけど、はい、いじめられてたじゃないですか、はい、そのいじめてたことに対してそれを見てて、なんでしょう、助けたい、こうすればよかったっていう思いが来てるのかなっていうふうに解釈してて。あ、そうなんですか。ただ、うん、多分いじめられて、その人たちは見てみるふりをして、今になってそういった、なんでしょう、罪悪感みたいなものがあって来てるのかなって思ってます。それ生きようとして来てるってこと。はい。すごい。じゃなければおばあちゃんのお話と辻褄が合わないので、これであれば辻褄が合うので。で、男の子がいるっていうのは、多分あの男の子に関しては亡くなってる子
なんで亡くなったかは正直わかんないです。何も話してくれなかったんで。あくまでもこれも僕の推測ですけど、隣の隣の方の子供さんが亡くなったのかなみたいな。ちょっとそれもその後どうしても確認できなくて、でこの間帰る時に偶然出てきたんですよ、外から外に。っていう時にその子が後ろから歩いてきまして、後ろについてたんで、それでほぼ間違いないかなと思います。会いましたね、帰り、はい、たまたま出てきたんだと思います。で今日は何をするかというと、疫霊に関しては無理やり払っていいかがまだ分かんなくて、なんでしょう、大体疫霊ってストーカーみたいなもので、簡単に言うとあの人が好きだあの人が好きだって思うと自分の念って飛びやすくなるんですよ。ただ今回のはこうしとけばよかったみたいな思いなので、無理やり弾かなくてもいいのかなとか今悩んでます。で今日僕のお弟子さん生徒さんは晴海健吾君って来てるんですけど、健吾さんがいてお経をあげてる最中に僕の方でそれを見て無理やり取るか判断させていただこうかなと思ってます。なのでもう多分そういった現象はなくなると思います。見た感じ血色もいいし、なくなってるようには思えない。人でよかった。うん、おばあちゃんがすごいね、たく先生の話とかを知ってる。見てしてんの、学校に行ってたんでしょうね、そうすると、うん、心配で。おばちゃん今いるんですか。はい、背丈ちっちゃいおばあちゃんって、梅干しこめかみに貼れようって言ってます。それは何でおばあちゃんそう言ってるかわかんないです。そういうのなんか言われた、なんだよ、車にやりやすいからとか。私が言いやすいから、こめかみに貼れようって。なんですか。いやいや、まあ、ちょっと車にすごく弱いのと、はい、で梅干し系を食べると治るんです。だからそれかなと。多分食べ過ぎて塩分取り過ぎたら大変だから言ってるかもしれないですし、そういう習慣があるとかにも。そう、おばあちゃん、お父さんのところにも行ってあげてほしい。サンマ、サンマ食べてみたいです。あ、そうなんだ。先生、それじゃ、そんなこれとエバってる、エバってる、エバってる。いつも本当にすごい、何を言ってたのか、うん、言ってたんでしょうね。小学校の時からすごくて強烈でした。古文、私古文じゃないよ。あ、読むの、私古文、ん、さんの古文、私なんだ、私さんとの古文なんだ。こっちも古文だろう。ああ、それは、うん、いつもずるいでました。あれから、なんか変な体験ってありました？特にはなくて、全然ないんです。お風呂は？お風呂は、もう一緒に入ったりして。怖い？ちょっと。夜のトイレは？夜のトイレ怖いので、廊下も全部つけて歩いてます。音はします？ボーンとか。亡くなった方の家ってありますかね、うん、お葬式ですか、ものとか。あ、まあ、うちにはないですね、はい、もしよければそれを印刷していただいてお家に置いて1日2回ご飯をあげていくってやると、メリットとするとその方がお家に来るようになって、
割り入れがいたら追い払ってくれます。誰の家がいいんですか？誰でもいいですよ。もうおばあちゃんが一番いいんじゃないですか、ね、ただ、ひおちゃん、はい、デメリットはミシミシミシとか人の気配をするのです。仮に生き量がいなくなったとしてもたまたま入ってくる人はいるよ。あ、そうなんですね。どこのお家にも慣れるしかないですよ。ギシ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 、こっちもギシギシすれば一緒に一番怖くて怖いとなるとやっぱおばあちゃんかなと思いまして、あ、そう、気使ってゆっくり引くんじゃないですか。 あとは年齢が高いとこう引く人いないじゃないですか。あ、そうです、うん、なるほど。そうすると全て辻褄はあります。ただ分からないのは一人一番たまたま来た人かもしれないし、引き量どうするか。お風呂のとこに関してはいなくさせるのは簡単ですので、図工ある？あります。ちょうだい。なっていい。セット？いや、この中に入ってます。いいです。どのぐらい量ある？あんまりあります。あんまり全部使ってもらえる。ビニール袋いただいてもいいんです。図工って言いまして、お坊さんがですね、お経をあげる際とかに使うものなんですけど、はい、匂い嗅いだら分かるかと思います。お坊さんってこういった匂いするんですよ。あ、はい、うん、分かります。あと図工で検索してもらっていいですか。例えばアマゾンとか楽天とか。そんなさんは量少な。売ってるんですか。量少な。嘘。うん、少ないよ。何だろう。お香みたいなもんですか。はい、お香みたいなもんですけど、900円ぐらい多分売ってると思うんですよ。あ、600円でこれ。あ、これいいです。お坊さんはですね、作法するときに、周り入れ物がありまして、それを取って、乗せて、こう、自分を浄化したりとか、汚れを取るっていうものにして、気になるところに、この図工を、こうやって塗っとくんです。はい、そうすると、そこに霊が入れないようになるんです。はい、あ、じゃあ、入り口とかに。ただ、入り口やっちゃうと、身内の方が今度入れなくなってしまうので、本当に生活をしてて、はい、嫌だなっていうところに図工を下に、はい、板橋を下、幽霊ってあの足ありますので、ちゃんと歩きますので、そこの下にこう塗っていただければ。例えば今後今日お祓いをしたとして、あ、お祓いをしてなんか音がする、その音がどうしても嫌な音に聞こえる、例えばこのこれ辺から椅子を引く音がするんだったら、ここに下にちょこっと、そうするとここにも立ち入ることができないんですよ。そういった方法もあります。ただ身内の霊も立ち入ることができなくなってしまうってデメリットがあるので、お風呂場だけにやっていただければいいかなと思ってます。すみません、量小さくて。ありがとうございます。ありがとうございます。20回分ぐらいかけて使います。でそれがあれば多分、うん、心配ないかなと思います。ではお払い。そうですね。何分ぐらいお願いしますか。供養門と、うん、いや、まあ25分もあれば隣切ります。なんかいいよ、見て気になること。あの生き量の方でどこにでもいそうな感じの方ではあるんですけど、ちょっとシミが多めで眼鏡かけてる
方、ちょっと、ふくよかなくらいの感じの方が見える。いくつぐらいですか？いくつぐらいだろう。多分、2、30だと思いますけど、ね、的には。そんな年配の方でもない。うん、あれ、あれ、みんな、名前なんでしたっけ？目をかけてる子。ゆきちゃん。あ、あ、そうです、そんな感じの、この方も多分もうちょっと成長した姿だと思うんで、面影あるんで、多分その方だと思いますが、さっきからちらつくんで、マイボカみたいなやつですね、ちょうどね、先生たちいらっしゃる前に彼女の話で、私たちが初めて聞くなんか最初は妹の姉ってことで学校の行きとか話しかけてくれて、うん、その子ともう一人の二人組で話しかけてくれたんです。距離が近すぎちゃって、なんか私が朝登校してたら後ろからランドセルドーンとかされちゃったことが何回かあって、それをちょっと私がしんどくなっちゃった時期があって、他のその同学年とうまくいってない時期だったの、それを先生に相談してからちょっと疎遠というか、話さなくなってしまったので、それをちょっとその子は嫌だったかなっていうふうに私は思ってたんです、ね、先生に、ね、言うのもいいと思うけど、やっぱり一番最初に言うのは親。親、ね、子もそうで、何かあったら親が守ってくれるから両親頼るね。どんなこともどんなことがあっても裏切らないのも嫌だからね。でもいい判断だよ。いい判断だけど、最初は親。はい、ではやってもらいましょう。そうですね。どこそこで大丈夫ですか？どこでがいい？声ちっちゃくして。あ、はい、わかりました。近くから一緒にしよう。先生今どこで？準備をして。大丈夫です。ちょっと、皆さんどうしてらいいですか。皆さんどうしてらいいですか。そこの位置で大丈夫です。すいません、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。一緒に打つのがいい。そうですね。結構ちょっと後ろにいただいた方がいいかもしれない。あ、大丈夫ですか。大丈夫です。すいません。すいません。あ、前でも大丈夫。大丈夫。はい。蓮華経観世音菩薩不問文第25。にじ無尽に菩薩即住座機変断右肩合掌好物にさぜ言世尊観世音菩薩以外因縁妙観世音仏語無尽に菩薩善なし百無量百千万の部衆上住職の本世音菩薩オムアブキャベラシマカドマネハンドマチンバラハレパテンバツサスワカオムアブキャベラシマカドマネハンドマチンバラハレパテン。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。告知になります。共鳴塾インタク風水コース9月24日開講となります。インタク風水とはお墓の向きや霊園の入り口の向きから家の地位や家庭環境、財運、寿命、才能など先祖代々にまつわる歴史を紐解き、今後の子孫繁栄や一家繁栄、また仕事、勉強など必要な要素を生み出せる手法となります。私、橋本共鳴自身も自ら実践している戦術となります。仮想風水コースとなります。
破損風水とは、築年数建物に入る正確な方角、玄関に入る正確な方角から計算していきます。この部屋は仕事運に良い、この部屋は健康運に良い、さらに良くするにはこうするとなど鑑定が可能となります。仕事、勉強、家庭、恋愛、健康、金運などの向上も狙えます。間取りが悪い場合でもその対処方法も学べます。かなり貴重なコースとなります。本講座は鑑定士として活躍したい方もおすすめとなります。どちらのコースも橋本京明との食事会がついている特典となります。この機会にオンラインと食事会でお会いしましょう。よろしくお願いします。